通勤通学中の皆様おはようございます。プクタの世界時事ニュースのお時間です。さあ本日はですね、アサシンクリードシャドウズ、そして UBI ソフトからの話題になります。今回ですね、あの関ヶ原鉄砲隊さんのもとに UBI ソフトから返答があったということで、こちらね見ていきますが、この他にもですね、現在 UBI ソフトがですね、インフルエンサーたちの接待を非常に頑張っているという話も出てますね。さらにはアサシンクリードシャドウズのプロデューサーの最新インタビューというのが出てきまして、まあこれがですね、日本人にとっては信じられないような内容だったんですね。果たして一体何が起きているんでしょうか。この番組は海外のホットな時事ニュースをお届けします。通勤通学のお供にちょうどいいチャンネルとなっていますので、ぜひチャンネル登録お願いします。さあそれでは本題です。こちらね見えておりますが、久々のアサシンクリードシャドウズ、そして UBI ソフトからの話題です。こちらね見えておりますが、関ヶ原鉄砲隊さん、影山さんがですね、 UBI ソフトから返答が来たよというような発信をしてくれました。ちょっとね内容見ていきましょうか。まずこちらですね、7月26日です。週末なのでサポートの返信いただけると思っておりましたが、現在返信はありません。すでにアートブックの印刷製造が始まっているようなので、削除できませんという返答から変わらないのでしょうか。そして7月29日、本日 UBI ソフトサポートより連絡が来ました。内容としては以下のような形です。印刷をしたので今から削除することはできません。画像から文字を判別することが困難。UBI ソフトの管理しているシステムからは画像を削除した。希望に添えず申し訳ありません。過剰書きですが、このような内容でした。ということで、これを見るだけでもね、ツッコミどころだらけなんじゃないかなという印象は受けますが、まず印刷をしたから削除することができないと、まあ、回収するという選択肢はないということですね。で、文字は判別できないよと。で、さらにここですね、希望に添えず申し訳ありませんと、あくまでもそれはあなたの希望ですよねと、まあ、できることはやってあげましたからねということが言いたいんでしょうか。はい、こちら7月31日、 UBI ソフトだけでは平行線になりそうですので、日本の販売元となる予定のスクエアエニックスのサポートに問い合わせを行いました。そしてスクエニからね連絡が来まして、こちらですね、コレクターズエディションの販売元ではないため、スクエアエニックスでは言及できない立場にあるそうです。再度ゲーム内に関ヶ原鉄砲隊の背旗が出てきていないか、そのまま無断使用していないかどうか、無断使用されていた場合はそのまま販売するのかどうかを問い合わせましたが、ゲーム内容についてはお答えできないため、 UBI ソフトへ問い合わせをしてほしいとの回答でした。ということでね、もうさも一般ユーザーが問い合わせてるかのようなね、ゲーム内容についてはお答えできませんというテンプレを答えてしまうっていうね、スクエニもどうかと思いますが。そしてこちらですね、8月9日になります。7月30日に UBI ソフトへ、アートブックへシール貼りなどで修正をしてほしいことを問い合わせましたが、8月9日現在返信はありません。そしてこちらがね最新のアップデートですね、8月14日にシール調布対応について返答が来ました。大まかには以下の通りです。アジア圏のアートブックはデザインの変更をされた。他の地域の製品は回収ができなかった。できることを模索し尽力したが、これ以上の対応はなすすべがない。地域によって製造が異なるということでしょうか。ということでね、まあ関ヶ原鉄砲隊さん的には、印刷をしてしまったんであればシールを貼るなりしてね、修正してくれということをお願いしたようなんですが、それに対しての返答が、アジア圏のアートブックはデザインの変更されたと。これどういうことなんですかね。アジア圏で発売されるものに関しては背旗の部分変更しましたよということなんでしょうか。だとしてもちょっとこの言い方はないんじゃないかなと思いますが、あなたのエリアは大丈夫だよということを言っているんですかね。ちょっとよくわかりませんが、そしてこれ以上はなすすべがないというように言ってるんですね。回収ができませんと。以前も言いましたが、これね著作権のお話になりますので、もしですよ、これが日本の企業であれば発売日延期してでもね、ちゃんと対応するんじゃないかなと思いますが、現在もですね、 UBI ソフトは発売日が迫ってきましたよというプロモーションをしておりますので、そこは絶対動かさないという前提なんでしょうね。そしてこちらね、影山さんお盆休みに入っているということで、まあ、後ほどねコメントを見させていただきますというようにポストしているのが最後になりますね。いやーもう本当にね、とにかくこの関ヶ原鉄砲隊さん、まあ、こんなことに巻き込まれてね、気の毒以外の何者でもないですよね。で、現在ですね、特にね、こう何か寄付をね呼びかけているとか、活動の支援をね呼びかけているというようなことはありません。ですので、こちらですね、今ですね、9月29日、関ヶ原公式ウォーキングイベント、関ヶ原人跡制覇ウォーキング2024と、こういったね、イベントを開催するそうです。だからね、こういうとこに参加して、こう、なんて言うんですか、盛り上げてあげるとか、そういった形でのね、支援をしてあげるといいのかもしれませんね。こちらね、9月29日、14時にね、関ヶ原鉄砲隊さんが本物の火縄銃を持って登場すると。いうことで、こちらですね、事前申し込みが必要ということで、気になる方はぜひねチェックしてみてください。これね、概要欄にリンク貼っておきますので。その一方ですよ、時を同じくして、こちらですね、つい先日です、8月12日、リードプロデューサーのカールネオ氏のインタビュー記事というのが出てるんですね。これね全部は読みませんが、すごい内容でしたよ。
私たちはできる限り本物に近いゲームを作ろうとしています。それは私たちが誇りに思うことです。封建時代の日本の家を作るとき、それは例えばフランスの中世の家やイギリスの家とは全く異なります。だからアーティストとして封建時代の日本の家の中で物がどこに配置されているかを学ばなければなりませんね。まあ、学んだ結果があの畳だったということですね。アサシンクリードのリサーチプロセスは非常に洗練されています。まず内部でのリサーチから始まり、その後外部のコンサルタントや歴史家と協力します。シャドウズの場合、大阪と東京のチームも参加しました。そしてリサーチが完了するとチームは飛行機に乗り、ゲームの舞台となる場所を実際に訪れるんです。なぜならそれによって建物の寸法や文化、今もなお存在する記念碑や神社などをよりよく理解できるからです。それらは正確に表現することが大切です。アサシンクリオシャドウズは UBI ソフトにとってシリーズを日本で成長させるチャンスです。西洋で開発されたアクションゲームが日本で大量に売れることは珍しいことですが、それが実際に起こり得るんです。ゴーストオブツシマは日本で100万本以上売れ、 UBI ソフトはそれを日本市場での指標としています。これがシャドウズをできるだけ本物らしくしている理由です。ということで、とにかく本物にこだわっているんだと。ちょっと待って、みんな言いたいことはわかる。それはね、プクタに言わせてください。これまだ続くんでちょっと待ってくださいね。日本でゲームを作っているので、より多くの日本人プレイヤーにアピールしたいと考えています。だからこそできる限り本物に近づけることが非常に重要です。私たちは何も知らないという謙虚な立場からスタートし、ゼロから全てを学ぶ必要があります。他の多くの国でもそうであるように、日本人にとってもそれは重要なことだからです。全てを知っているかのように振る舞いたくはありません。私たちは日本の人々がこのゲームを見て遊んだ時に自分たちの国だと認識できるようなものを作りたいと考えています。ね、ちょっともう一回読みましょうか。日本人の人々がこのゲームを見て遊んだ時、自分たちの国だと認識できるようなものを作りたいと考えています。もうね、どの口が言う。そんな UBI ソフトなんですが、これね、アサシンクリードシャドウズのお話ではありません。最新作スターウォーズアウトローズですね。放題がスターウォーズ無法者たちとなるようですが、もうね、対策ゲームです。現在ですね、あの IGN とタッグを組んでね、プロモーションを組んでいるようですが、この IGN が出したプレイ動画というのがあんまりにもひどくてね、炎上してましたね。そしてその UBI ソフトはですね、このスターウォーズアウトローズをプロモーションするために、こちらですね、まあ、YouTuber さんいるんですが、プロモーションをね、お願いしたというんですね。 YouTuber のスターウォーズセオリー、このスターウォーズセオリーというチャンネル名ですね、 UBI ソフトのスターウォーズアウトローズの宣伝のオファーを断ったことを明かす。 I am going to play nice ということで、こちらですね、 be going to、 こちらが本日のキーワードになります。まずですね、こちら本題ではないんですが、 ain't とありました。 ain't、 これは否定形なんですね。ここにありますが、 I'm not、 is not、 are not、このようにありますが、先ほどの B の部分の否定形ということになります。そしてこちらね、Be going to do。これがね、どういった意味になるかと言いますと、将来何かをしたり、何かになることを意図する。つまり、この先ね、何々しますよ、何々になりますよ、という未来形ですよね。で、代表格としてはね、will というのがあるんですが、日本の方はこれね、言い方が違うだけで全く同じ意味だと思ってる方多いんですが、実はですね、ニュアンスは全く違います。この be going to do something っていうのは、あらかじめね、やるつもりだった、計画されていたというニュアンスが強くなりますので、例えば相手に頼まれたことをやるときに、I'm going to do that と言ってしまうと、非常にね、感じが悪いんですね。相手をね、不快にさせてしまうんですよ。こういった時は必ず be going to ではなくて、will の方を使ってください。あなたに言われなくてもやりますよ、こういう言ってると思われちゃうんでね。つまりこの場合、 I ain't gonna play nice、 いい人を演じるつもりはないというように言っているわけですが、ここが be going to になっているのは、自分の強い意志というのがそこに込められているというニュアンスになるんですね。このようにですね、日本人の英語が自分の意図しないところでネイティブをね、不快にさせてしまうというケースって結構あるんですね。これはね、その代表格なんで、ちょっとね、覚えておくといいかもしれませんね。ということで、ちょっとね、長くなってしまいましたが、こちらは YouTuber のスターウォーズセオリー、 UBI ソフトのスターウォーズアウトローズの宣伝のオファーを断ったことを明かす。いい子を演じるつもりはない。 YouTuber のスターウォーズセオリーは、スターウォーズアウトローズのプロモーションを UBI ソフトとそのパートナーから依頼されたが、断ったことを明らかにした。これをでもいちいち言われちゃうのもかわいそうですけどね、企業側も。彼らから連絡があったので、私は彼らに非常に高額な金額を提示しました。そして私は言いました、この金額を支払ってくれ。そして契約には、言っていいことダメなことの制限をつけないことが必要だ。そして結局この契約は成立しませんでした。私はそれで構いません。なぜならこのゲームは完全にクソだからです。
ここね、ゴミのようだと言ってますね。まあ、このようなね、暴露をしたということなんですね。で、これにはですね、まあ、ちょっとした背景がありまして、どうもですね、この UBI ソフト、このスターウォーズのプロモーションのためにですね、とんでもないマーケティング費用というのをかけているようなんですね。で、特にですね、これはインフルエンサーに対して使っているということで、UBI ソフトはスターウォーズアウトローズの宣伝のために、YouTuber やインフルエンサーにディズニーランド旅行やボートツアーを企画している。ドイツの YouTuber、サイバーパンク 20XX は、複数の YouTuber やインフルエンサーが UBI 史上最大のマーケティングキャンペーンの一環として動いていることを明らかにした。そしてね、この接待が結構すごかったようですね。この史上最大のマーケティングキャンペーンの一環として YouTuber やインフルエンサーをロサンゼルスに呼び寄せ、4時間ゲームを体験してもらうという企画を実行。インフルエンサー兼 YouTuber のルイーズ・ジュリーは早めにロサンゼルスに連れて行かれ、ボートツアーに行ったことを明かした。彼女によるとこのツアーはクジラを見るためのホエールツアーだったというね。もうスターウォーズ関係ないんですね。クジラ見てくださいと。またサイバーパンク 20XX は UBI ソフトが YouTuber やインフルエンサーのために航空券の費用を支払っていたことも確認されている。あのね、ちなみにこれは普通です。まあ、取材等々でね、交通費を支払います。例えばね、宿泊が必要であれば、それもお支払いします。これはね、全然普通なんでね。なんですが、この UBI の接待というのはですね、これを超えてくるんですね。彼は次のように述べている。UBI とスターウォーズが私をカリフォルニアに招待し、ディレクターにインタビューし、キャストに会わせてくれました。この機会に心から感謝しています。明日はディズニーランドの VIP ツアーです。ディズニーランドに招待されたと、VIP ツアー。いいなぁ。別のインフルエンサーにもニックスのぬいぐるみが送られ、飛行機で連れて行かれたと報じられている。そしてですね、ほらこれ見てください。ディズニーランドでね、遊んでると。で、インフルエンサーたちはね、こういった写真もアップしますし、これ自体がプロモーションになるんだったらいいと思うんですよね。ディズニーに招待しようが、そこで接待して遊んでもらっていろいろ発信してもらう、これはね、プロモーションとしてやればいいじゃないですか。なんですが、ここにね、招待されてるインフルエンサーはなんかね、変なことを言い出すんですよね。ロサンゼルスに飛行機で行き、ディズニーランドで VIP 体験をして、クジラツアーに連れて行かれ、イベントに招待されたにもかかわらず、ゲームの宣伝のために UBI ソフトから報酬は受け取っていないとして、この動画を作成するために UBI ソフトや他の誰かから報酬を受け取ったわけではありません。コンテンツを録画する機会は与えられましたが、これに基づいてコンテンツを作成し共有するのは完全に私の選択です。このコンテンツから私が得る収入は YouTube の視聴回数のみです。宣伝や隠れた意図は一切ありませんということで、まあ、あくまでもね、これはプロモーションじゃないよと言っているというわけなんですね。この他にもですね、先ほどね、史上最大のマーケティングキャンペーンなんて言われていましたが、こちらの方ね、この方もう2回ほどね、旅行に招待されていると言っておりまして、まあ、これがね、一応ですよ、一応プロモーションではないという体になっていると、まあそういったわけなんですね。これはね、かなりグレーなんじゃないかなと思いますね。素直にこれはプロモーションですって言わないと、 YouTube でもこれがステマだと判断されると規約違反になるんでね、別にね、なんか悪いことしてるわけではないので、ちゃんと言えばいいんじゃないかなと思いますが、一応ですね、プロモーションではないという体で、まあこのインフルエンサーや YouTuber たちはプロモーションに関わっていくと、まあそういったことですよね。まあ一方でね、この動画を消してみたりいろいろしてるようですね。はい、ということで本日はですね、アサシンクリードシャドウズや UBI ソフトについての話題を久々に見てまいりました。いかがだったでしょうか。今回ね、まあ先ほど見ましたインタビュー、こちらもそうなんですが、やっぱりね、基本的にはこの UBI ソフトの中でね、いろいろ騒いでるのは日本だけだっていう前提が合いそうな気はしますよね。だからこそそれをね、知らないだろうと踏んでいる海外向けには本物だ本物だというのを連呼してるわけでしょ。これとてもじゃないけど日本じゃ言えないと思いますよ。これがですね、8月12日に出ているというね、いやー本当にね、すごいなと思ってしまいましたが、皆さんはこれについてどのように思われたでしょうか。ということで本日の動画は以上になります。この動画良かったよと思っていただいた方、ぜひチャンネル登録グッドボタンお願いします。それではまた通勤通学中にお会いしましょう。